全日本プロレスだよね。はい、今全日本プロレスの最高峰のベルト三冠ベルトというものを今自分は巻いていて、のね、大晦日には、まあ、全日本プロレスの本当にもう最強と言われるチャレンジャーなので、新馬さんのお力添えというか、後押しをいただいて、この歴史ある三冠ベルトをマントしてでもボンバイに染めたくてですね、何卒よろしくお願いいたします。馬子さんの今回のお通夜には、はい、私と家内が一番先に行ってお経を読ませていただいて、そこで読んだ最後の言葉、今でも覚えてますよ。潜在の末名を残す、その人の名はジャイアント馬場なし。潜在の末名を残す、その人の名はジャイアント馬場。女房と一緒に行ってお経をあげて、それで供養の言葉を私が言って、その後知らず知らずのうちに涙が出てきてた。馬場さんという人は私からすれば日本の富士山である。アントニオ猪木を考えると、富士山を抜く有の岳、北岳には2番手の名前を覚える人というのは少ない。じゃあアントニオ猪木は世界を目指そうと、そういうふうに思った人がジャイアント馬場さんでした。本当にすごい人だった。まあ、31日は、はい、あなたのセコンドについていくよ。はい、うん、一番近くで僕を見届けてください。はい、よろしくお願いします。そうですね、やはりあの僕の中でなんですけど、大変あの新馬さんには恐縮なんですけど、アントニオ猪木さんでどうしても僕の中ではアリセンをやっぱりもう覚えてるというか、そのもうみんなが知ってることだと思うんですけど、まあ、今回あのボンバイの曲で入場させていただくということで、あのそのアリセンのこととか、もしよろしければ島さんの方からお聞きしたいなと思いまして。誰もできない、誰もやらないことを男の夢として実現しようと、そういうのが私の気持ちです。プロレス対柔道、プロレス対ボクシング、はい、菅田三四郎の本に出ておりました。私は世界最強の人であるモハメド・アリ、この人に対してどうしても異種格闘技戦として戦いたいという思いから、私は彼にいろんなところから接触させていただいて、誰もできない誰もやらないことをやろうという、アントニオ猪木がいたからこそそれが実現することになりました。しかしあの映画を見た中で私が一番感動したのはアリ・ボンバイの歌でした。ロサンゼルスでやった時に記者会に招待されて行った後、私はハーバート・モハメッドにお願いしました。あの曲を私にくれないか。意味がわからん。なんだ。いや、あの曲を猪木ボンバイにして、
そして猪木のリングに向かう入場テーマとして使いたい。そしたらすぐ作曲者を呼んでくれて、キングレコードへ紹介状を書いてくれて、奥さんが倍賞、美津子さんと、倍賞さんはすぐそこに乗ってきました。志摩さん、裏番を猪木ボンバイにして表番を私にしてちょうだいと、この人は猪木さんより、はい、そういう点では続けてたいい奥さんでした。そういう思い出が残るアリ・ボンバイの曲、はい、それをあなたが使うっていうのは、はい、私はぜひそのテーマ曲と一緒に、はい、あなたと共に、はい、入場したいと。ありがとうございます。そう思っております。よろしくお願いします。物事に歴史があって、その重みというのは言うのは簡単なんですけど、でもそれを自分の中でどう表現というか、リング上でどこまで自分ができるかわからないですけど、でも志摩さんが心を持って自分にかけていただいた言葉、それを僕は形にしてリングでそれを出したいと、今本当に志摩さんの言葉を聞いて改めて思いました。それが楽しみでいくんです。どういう試合をしてくれるか、はい、リングサイドと見ているからな。はい、全日本プロレス最強のチャレンジャーでもいい意味で怖い存在です。でもそれ以上に心強いし、俺は大晦日全日本プロレスのリングをボンバイエに染める。改めてそう思うよ。私が望むのはファンの心に残る試合をしてもらいたい。はい、失望させないだけの試合をしてくれるかも。はい、愛と恋の違い分かるか。まあそうですね、言葉の違いぐらいしか正直自分は、はい、愛っていうのはね、はい、相手に与える、はい、この人に全てを与えたい、この人に私の気持ちから届くも何とも与えたいっていうのは愛、はい、しかし恋っていうのは違う、この人の気持ちから心まで、そして体まで全て自分のものにしたいというのが恋だ。そうすると見ると、はい、格闘技は恋なのよ、はい、相手に何にも見せつけないで、ボクシングなんか完全に恋だよね、はい、愛はプロレスなのよ。相手に与える代わりに自分ももらう。だからそれをアメリカで実践したのが馬場さんだね。だから NWA 総会でも、はい、馬場さんの声はチクチク、はい、猪木、お前今どこで何やってるって、それぐらいしか猪木さんは手にしたんだ。そうマイク・ラベールに聞いたの、なんで猪木さんはそういうあれなんだって聞いたら、馬場は2メーター超えている。
アメリカ人よりも首一つ大きい、彼はどこ行っても客を呼ぶ、猪木は政務政務だ、だから東京城って言われたら、ああ日本人か、どこの国の人間だか分かんないけど、それぐらいしか見てくれない、だから最初からもう猪木と馬場全く違う、だから日本で馬場さんは世界の日本の富士山、うん、猪木さんはどう見ても愛の岳か北岳だ、でも富士山は知ってるけれども2番目の山は何だって聞いたらわからないじゃん、北岳だの愛の岳だって言ったって全くっていうほど、うちの小学校5年生の子供に聞いたって日本で一番高い山富士山、じゃあ正直2番目は、2番目なんか知らないよ、習ってないよ、だから猪木さんは2番目、アメリカ中のレスラーと比べても猪木なんかザラにいるって、しかし馬場はザラにはいないって、首一つだけでかいって、だからベースボールやったじゃん、はい、ベースボールはアメリカでは国技みたいなもんだ、うん、フットボールとベースボール、それ出身だから、馬場はどこ行っても売れた。ああ、そうなんですね。それの違いだっていう。なるほどなと思って。その差の中で、猪木さんをどうやって努力してた、努力で。だから、新馬久志が。新馬さんの、はい。プラス、新馬久志がいたから、アントニオ猪木ができたんですよ。だから、アントニオ猪木さんは、最後になった、何でもかんでも自分がやったっていうようなことを言ったなんて人の声が聞こえてきたけど、それはそれでもいいと思う、猪木さんも努力したんだから、はい、あの人はトレーニングを本当にしたよ、でも私だって猪木さんと一緒になって言ってた時に2時間3時間腕立て伏せばっかだって椅子並べて1000回ぐらいやったと、それでもできたの、